マリオシリーズスーパーマリオシリーズスーパーマリオメーカー i ニンテンドー 3DS スーパーマリオメーカー i ニンテンドー 3DS はニンテンドーより2016年12月1日に発売されたニンテンドー 3DS 専用ゲームソフト前年に発売された Wii U 専用ゲームソフトスーパーマリオメーカーの 3DS 版である同年9月1日に放送された Nintendo 3DS Direct 2016.9-1にて2015年9月10日に発売されたスーパーマリオメーカーの 3DS 版を発売することが初めて発表された。本作はアミーボおよび 3D 映像表示に対応していない。本作を 3DS、3DSLL2DS でプレイする場合、インターネットブラウザーおよびマバースは ゲームプレイ中に起動できず、ゲームを終了させる必要がある。Wii U 版と同様に、マリオのコースを自分自身で作成することができる。Wii U 版で使用されている60種類以上のパーツのすべてが使用可能で、音遊びやゲームスキンやシーンスキンの変更も可能で、コース作成時の使用は Wii U 版とほとんど同じ。しかし、本作はキャラマリオに対応していないので、 はてなキノコは収録されていない。また、本作には、マシコと山村によるレッスンが収録されている。本作で作成されたコースはインターネットに投稿することはできない。その代わりに、ローカル通信とすれ違い通信を使って、他のプレイヤーとコースを交換することができる。また、ローカル通信で受け取ったコースがアレンジされると、コラボアイコンというアイコンが表示される。しかし、 自分がクリアしていないコースは交換ができない。本作には w i i u 版に収録されていた10人マリオチャレンジを大幅にリニューアルしたスーパーマリオチャレンジをプレイすることができる。スーパーマリオチャレンジでは元から収録されている100以上のオリジナルコースがあり、またそれぞれのコースに設定されているすべてのコインを取るすべての敵を倒す。 制限時間0秒以上でクリアなどの条件をクリアをすると獲得できるメダルがある。ワールドは19まであり、各ワールドをクリアするたびにコース作りで使用できるパーツが増えていく。なお、ワールド19をプレイするにはワールド18までのメダルが40枚以上必要になる。また、インターネットに接続すると WiiU 版で投稿されたおすすめコースをプレイすることができる。 また、Wii U 版で、プレイできる、100人、マリオチャレンジに挑戦することもできるようになる。しかし、コース ID を入力してプレイすることはできない。2016年12月1日配信。2017年4月28日配信。2017年11月8日、配信。2021年3月24日、配信。ありがとうございます。